最近ここのサイトで募集していたハムスターを飼うのが初めての女の子、この子の名前が決定しました。ゆめのここねちゃんでーす。名前を考えてくれた視聴者の皆さん、ありがとうございました。もうね、すでにここねちゃんという名前で作った動画があるんで、それを見てくれた人もいるかと思います。このゆめのここねという名前を考えてくれたのは佐々木ゆきちゃん、ゆきちゃんかな、ゆきちゃん、佐々木ゆきちゃんが考えてくれた夢の乙女。この夢のという名字と小島光子ちゃんの考えてくれた初田ここねの下の名前のここねっていうのを合わせて決定しました。佐々木ゆきちゃん、小島光子ちゃん、ありがとうございました。でね、ボツにしちゃったけども、俺的に気になった名前もたくさんあってね、最終候補に残った名前を発表するね。まずね、俺がね、これ可愛いなと思って最後まで迷ったのが、ちぃ、かっこちひろちゃんが考えてくれた、みかんちゃんっていう名前。みかんちゃんって可愛いよね。みかん。これがいい名前だなと思って、まあ、漫画的でもあるし、あんまり現実の女の子につけられない名前なのがいいなと思って。あとね、みさかみことちゃん、おさかかな、みさかみことちゃんが考えてくれた、桜田真っ白。真っ白っていう名前がいいなと思って。真っ白っていう発音、俺からはちょっと出てこないセンスなんで、この真っ白っていうのもいいなって思って、最後まで迷ってたかな。あとね、末永ほのことわちゃんが考えてくれた、新里、新里かな、ちょっとわかんないんだけど、このこのかっていう名前もいいなと思って、このか、可愛らしいよね。あとね、候補の名前じゃないけど、これを考えてくれた、末永ほのことわちゃんっていう名前は、俺こっちの名前がすげえ気になったんだけど、ほのことことわちゃんっていうね、ほのことわってどういう変わってんなと思ったんだけど、あとね、俺的にもうドストライクの子がいてね、リミちゃん、リミちゃんっていう、リミちゃんさんっていう子なんだけど、3つあげてくれたの。この人はみゆかとね、さゆりとみかっていう名前を推薦してくれたんだけど、俺的にこの3つの名前ってドストライクなのね。漢字も発音も俺が大好きな女の子の名前なんだったら、今まで俺が過去に作った女の子キャラクターでさゆりとかみかとかつけてるぐらいだから、このりみちゃんっていう子は俺とめちゃくちゃ感覚が似てる子なんだなって思って、一人でちょっとねテンションが上がってたら。で、日高まきちゃんが考えてくれたひなのれんげ、これもね可愛いなと思って、なんかアイドルっぽくもあるし、れんげっていう名前がちょっと現実につけられにくそうな感じのラインなのがいいなと思って、漫画の女の子ならではみたいな名前なのが、ひなのっていう名字も可愛いよね。あとね、ゆきみちゃんっていう名前、ゆきみっていうのも可愛いなと思って、これはね二人いました、考えてくれた人が。まきティーちゃんっていうこと、川添きえちゃんかな、これ漢字が、たかえちゃんかな、この二人が、まあ、偶然にもゆきみちゃんってどうですかってあげてくれたんだけど、なんかこうゆきみ大福的な、みゆきじゃなくてゆきみっていうのがいいなと俺は思いました。ですっげーうーんって考えて、俺的にドストライクのリミちゃん、リミちゃんはね本当にね、このみゆかとさゆりとみかは俺超好きな名前なんだけど、ただ俺がね考えられそうな名前なんですよ、これって。俺から出てきそうな名前なの。募集したっていうことは、俺が視聴者さんに募集したっていうことは、俺が考えないような発想の名前をつけてほしかったんですよ。だから迷い迷って結局これは落としちゃったんだよね。で、俺が考えられないような名前って、みかんちゃんとかね、ましろちゃんとか、このかちゃんとか、れんげちゃんとか、ゆきみちゃんかな、こういう名前って俺からは出てこないから、今風でセンスあるなーってすっげー迷ったの。でも最終的に小島みずこちゃんが考えてくれたここねっていう名前が、発音的にも漢字的にもいいなと思って、心の音っていう、ここね可愛いよね。俺からはちょっと出てこないセンスだから、これはいいなと思って、このここねを採用させてもらいました。で、あの夢のっていうのをね、夢っていう漢字をつけてくれた人が多かったんですよ。例えば夢みちゃんとか、夢子ちゃんとか、夢のちゃんとか、夢ちゃんとか、これからハムスターを飼うっていうその女の子の、まあ夢とか希望みたいなものを表して、多分みんな夢っていう漢字を使ってくれたんだと思うんだよね。なので多くの人が挙げてくれた夢っていう漢字を使った名字、佐々木ゆきちゃんが考えてくれたこの夢の採用させてもらいました。で、合わせて夢のここねと。でね、多かった名前、多かった名前、あのね、名字でね、ハイドっていうのが多かったの。
そう、俺を意識してくれたんだね、みんなね。漢字はね、人によってね、いろんな当て字があったんだけど、ハイドなんちゃらちゃんっていう名前を考えてくれた人が多かったの。ハイドっていう苗字。ハイドを苗字に持ってくるっていうのがね、俺にはない発想だから、面白いなと思ったんだけど、エリカちゃんとね、あと、これは、ソーマカエデくんって呼ぶのかな。ソーマカエデちゃんかな。アオマかな。わかんない。この人と、それから、世を忍ぶ仮のアイルちゃん。アイルくんかな。で、あと、フルフェイスちゃん。フルフェイスくん。ちょ、性別わかんないけど、この4人の人たちが、ハイドっていう苗字をね、偶然にも同じ苗字を考えてくれました。あとね、多かったのはね、クミとか、キミコとか、公園のコウっていう字を使った名前。多分、ハムって読めるからだと思うんだけど、公園のコウを使った漢字を挙げてくれた人が多かった。あとね、なぜかね、苗字はね、高橋と立花が数形がありました。なんでかなと思ったんだけど、なんで高橋と立花人気なのかなと思ったんだけど、でね、俺的に気になった名前なんだけど、俺的に気になった名前で、ハムコ。このハムコっていう名前は何人か挙げてくれたんだけど、これね、実は俺がもともと考えてたの。この女の子のキャラクター作った時に、ハムコちゃんって名前にしようかなと思って、ハムスターを飼おうとしてるから。でも、ハムスター初心者なのに、ハムコってついてるのはおかしいかなと思ったんよ。この女の子がハムスターマスター、すごいハムスター博士で、ハムスターのこと何でも知ってるよっていう設定だったら、ハムコっていう名前でもおかしくないと思うんだよね。でも、これからハムスターを飼おうとしてる子だから、ハムスターのことを何も知らないわけじゃん。なのに、名前にハムってついてるのはおかしいかなと思って、俺がボツにした名前なの。あとね、俺が気になったのはね、柱木無子っていう名前。これは、有野アスカさん。有野アスカくんかな？有野アスカさんの嫁さんが考えてくれたっていう書いてあったんだけど、夫婦で見てくれてるんですね、夫婦で。ありがたいですね。有野アスカさんの奥さんが考えてくれた名前みたいなんだけど、柱木無子を略して、ハム子っていう名前。俺、このアイディアが、ちょっと、笑っちゃったんだよね。で、しかも、この漢字も、すげえ奇抜で、柱木っていうのが、ブリッジの橋に、いいっていう字に、木に、無子っていう、その、無がカタカナっていう、多分この無が出てこなかったんだろうね、奥さんは。無っていうのが出てこなかったから、カタカナにしたんだと思うんだけど、柱木無子っていう、この、奇抜な名前が、俺的に、すっごい印象的だったね。これはちょっと、他の人では考えられない名前だよね。で、漫画的ですごくいいと思うよ、俺は。面白い名前だと思う。で、もう一個気になったのが、ハムフェレマさんが考えてくれた、サワ・カリンっていう名前ね。で、サワ・カリンはそんなに変な名前じゃないんだけども、俺はどうしてもね、サワ・カリンって読む。俺はどうしても、サワ・カ・リンちゃんって読みたくなっちゃう。でも、この人は、サワ・カリンちゃんってあげてくれたんだよね。俺、切るところが、俺的にどうしてもサワカリンに思っちゃうっていう意味で気になったっていう名前ね。あと、これ、さっきも出てきたけど、フルフェイスちゃん？フルフェイスくん？わかんないけど、考えてくれた、ハイドメイコっていう名前なんだけど、そう、苗字は、まあ、ハイド、俺のハイドね。ハイドから取ってくれたんだけど、メイコっていうのが、命の子って書くんだよ。その、これからハムスターを買うことで、ハムスターの命を預かるからみたいな、なんかそんな名前の意味が書いてあったんだけど、重いっていう。ハイドメイコ。でもいい名前、いい名前だよね。そうやって、名前をね、理由をね、書いてくれてる人がね、結構いたの。これはね、俺はね、すげえ嬉しかったんだよね。で、単なる発音とか雰囲気だけで言ってるんじゃなくて、この名前はこれこれこういう意味があって、つけたんですよっていう理由を書いてくれてる人、めっちゃ俺は嬉しかったの。あ、ちゃんとこの名前にはこういう意味があるんだなとか、あ、この人のこういう願いがこもってるんだなとか、この人のこういう夢が入ってるんだなっていうのがあるのが、俺はね、すごいね、嬉しかった。みんなね、すごいいい名前を考えてくれました。もう読んでるだけでもね、楽しかった。全体的な俺の感想なんだけども、意外とって言ったら違うのかもしんないけどね、ドキュンネームがね、あんまりなかったんだよね。俺ね、もっとね、ドキュンが集まると思ってたの。今の若い子たちって、もうドキュンネームが当たり前になってきて、普通の名前、まあ、
普通、何を普通っていうか、基準も難しいとこなんだけども、まあ、昭和っぽい名前みたいなものがどんどんなくなってきていて、アニメのキャラみたいな名前が増えてるってよく言うじゃん。だから、俺もっとね、奇抜な変わった名前、どう呼んでいいかわかんない名前とか、難しい漢字を使った名前が集まるかなと思ってたんだけど、そんなことはなかったね。普通に可愛いし、意味もすごくいい。女の子らしくって、可憐な名前が多かった。それがね、なんかね、安心したっていうのもおかしいけども、この名前を考えてくれた人たちって圧倒的に若い人が多いと俺は思ってんのね。平成生まれの子もいっぱい考えてくれてると思ってるんだよ。だけど、そんなね、木をてらった名前ってなかったね。みんなね、いい名前だったよ。可愛らしくって。みんな一生懸命考えてくれたんだなっていうふうに思いました。すごく嬉しかったです。いい名前がいっぱいあったんだけど、迷いに迷って最終的に夢のココネちゃんに決定しました。これはみんなが考えてくれたキャラクターだからね。これからね、このチャンネルの動画で、このココネちゃんが時々出てくると思うので、ココネちゃんと共にハムスターの動画を見てくれたら嬉しいなと思います。女の子のキャラクターの名前を募集したら、たくさん可愛い名前が集まったでした。この動画はハムハムハイドがお送りしました。みんな他の動画も見てくれよな。ハムハムハイドジャングリアン、晴れのち友達、この指止まれ。